さやさんのヒップホップとの出会いを教えてください。ヒップホップとの出会い。学生時代に JJJ とかヒットフレッシュのとかをなんとなくこう聞いてハマっていてで仕事するようになってからストリート系の あのスポーツアパレルブランドみたいなのを担当するようになって PR 担当しててそこで改めてこうストリートの歴史みたいなのをしっかり学んだタイミングがあってそこで結構その海外のラッパーとかなんかプシャティとかドレイクとかなんかああいうところもなんとなく聞くようになってきてでそっからやっぱりストリート系の ブランドさんってモデルとしていろいろラッパーさん向きをしたりするんでそこで日本語ラップとかをがっつり聴くようになってってでそうですね学生時代なんとなく聴いてたのがこう勉強してさらに個人的にディグるようになってきたっていう感じですね変化としてはで相方もめちゃくちゃヒップホップ好きで相方からその聴いたりとかでどんどんハマっていって で、たまたま YouTube かなんかでドドーの音源がディグってる時に見つけてでうわっってなって衝撃でで、彼もなんか働きながらラップ作ってるみたいな背景とか聞いてあすごいなって勝手に自分とこう、重ね合わせる部分があって自分も会社にやりながらお笑いやってたんであ、この形がなんかメジャーになってたらかっこいいよなっていうので余計に他のラッパーさんよりも応援するようになってきて。 そこでドドさんにがっつりハマったりとかしましたね出林も JJJ の若松っていう曲にしてるぐらい今がっつりですねはい。